らは新潟ハイエース午後2時40分現在の北陸道日本海東北道への道路情報をお知らせします。通行止めの情報です。新潟方面へ向かう千代本インターから鶴ヶインターまでの区間で大型トラックと乗用車3台が衝突し、負傷者4人が出る事故があり、午後1時20分頃より北陸道新潟方向は千代本インターから北陸道鶴ヶインターまでの区間で通行止めになっています。現在流出した油の処理を行っています。次に速度規制の情報です。事故のため千代本インターから鶴ヶインターまでの区間の新潟方向で最高速度が50キロに制限されています。 ETC のお客様は ETC レールでは前方に注意し、安全速度で走行してください。ETC カードの差し忘れや、期限切れの場合、ETC バーは開きませんので、ご注意ください。安全運転でお出かけください。